ないと、まあ、高校生からやろうかとかはならないですよね、多分。最初の高い高いからの延長ですもんね。あと、とんでもないことが起きています。こちらのベッカーニュースが以下のように報じました。カリブ海の火山が噴火したが、流行り病に対してちょめちょめ接種されたもののみが避難を許可。 CBS レポート。セント・ヴィンセント島の火山噴火により数千人の人々が避難を余儀なくされている状況下、カリブ海の島の政府と米国メディアは、ちょめちょめ接種を受けた住民のみが避難を許可されているというメッセージを伝えています。CBS イブニングニュースのノラ・オドネルは噴火について次のように述べました。40年以上ぶりの火山噴火の後、2万人近くの人々がカリブ海のセント・ヴィンセント島の家を出ています。火山は2万フィートの厚い煙の雲を上空に作り出し、何マイルも灰を排出させました。とオドネルは伝え、さらに、クルーズ船は島から人々を避難させていますが、流行り病の予防接種を受けた人々だけに限定しています。と断定しました。報告書によると、島のラルフ・ゴンサルベス首相が、クルーズ船や他の島では、避難者にちょめちょめを接種する必要がある、と警告した後、ABC ニュースが報じました。彼はまた、他のカリブ海政府と連携して、誰もがパスポートを所持しているわけではないので、ID カードでの受け入れを可能にしていると述べました。これは緊急事態であり、誰もがそれを理解しています。と、ゴンサルベスは言いました。ゴンサルベス氏は、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島の避難所に行くことを選択した人には、10万人以上の島のチェーンであるちょめちょめ接種を受けることを強くお勧めします。と報告書は続けました。ブルームバーグは、この地域のホテルもすべての難民にちょめちょめ接種を求めていると報じました。世界保健機関によると、セント・ヴィンセントの人口は11万600人で、1万805人がすでに予防接種を受けています。クルーズ船会社のカーニバルは、人道的任務なのだから予防接種を必要としないと主張しています。これは明らかに当局とメディアがちょめちょめ接種を推進するために火山噴火による恐怖を利用していると指摘されても弁解の余地はないかもしれません。以上です。命が欲しければちょめちょめを打てというとんでもない愚行が行われようとしています。